はい、どうも、三原おじさんです。まあ、この動画撮ったらですね、一眠りしようと思ってます。まあ、友達と喋って、ぐだぐだしてる間にですね、まあ、コメントをいただいてまして、なんちゃってプリンセスさんのですね、ライブ配信僕行ってたんですよね。その時にコメントしてて、まあ、ちょっと、やりとりさせてもらってですね、まあ、DM とかもやってたんですけども、まあ、その関係でですね、ライブ配信にいてはった方が、こっちに来てくれてですね、ちょっと魅力的ですと。で、応援しますっていうことをコメントをいただいたんで、まあ、言ったら、なんちゃってプリンセスさん面白いですね、みたいな話もちょっとしてですね、まあ、なんかそのおかげでこっちにも来てくれてよかったなと思ってたら、なんかまた新しくこう、登録者の方が来てくれはって、今393まで来ましたと。で、まあ、こうやって自分でもね、ベラベラ YouTube 上げてて、自分が決してめちゃくちゃ面白いとは思わないですけど、まあ、よう喋るなとは思ってます。で、僕がその参加してたナンチャットプリンセスさんはショート動画で、わっとこう火がついて、今、僕見た時はね、4600人ぐらいだったんですけど、今の7300までいってるんで、1週間弱でめっちゃ増えてるなというところで、多分まあ、これからどんどん火がつくんだろうなと思ってるんですけども、まあ、ライブ配信とかして、ね、収益化しないとなかなか活動とか難しいかなと思いながらも、なんかそれはやってかはるんやろうなというようなところで思ってます。で、さっきまでね、トマホークチャンネルを見てたんですよね。浪人とか、太郎文化ですね。なんか太郎してる人たちを、こう、フューチャーしてですね、なんかいろいろその中学高校の歴史から話していくっていうようなチャンネルで、旧浪の人とか、なんか四流とか、なんかまあ、あと医学部受験の人とかをやってるチャンネルだったんですけど、ここ最近大物がめっちゃ出てて、大川隆法の息子さんのヒロシさんもよく出てるし、準レギュラーみたいな感じで出てるし、で、あと医学部受験関係で言ったら、その、美容整形の中でめちゃ金持ってる先生とか、あと、誰やったら国会議員さんも結構出てるんですよね。まあ、N国党の方が2人出て、で、もう1人維新の会の方が1人出てっていうような形で、なんか結構大物がどんどん出始めてて、まあ、それは、なんていうんですかね。登録者が、増えてるからとか、勢いがあるからっていうのももちろんあるんですけども、多分そのトマホークさんの話の回し方が面白かったりとか、こういう企画でちょっとやろうと思って、やって、こういろいろ声かけてったらなんかこう、繋がっていくっていうところのそのコネクションがすごいのかっていうのはちょっとよくわかんないんですけども、まあとにかくちょっと勢いあるなと思って、見てました。特にその、なんだろうな、まあ、立花さんの話も面白かったし、なんか結構やっぱりこう、大物を連れてくるとね、なんか一癖でも臭くするもあるんで、めちゃめちゃ面白いんですよね、話自体が。で、まあ、あとよく見てたのは、その、なんだ、オカマ？ミッツマングローブさんが来た時の、なんかまあ、お返し会みたいな形で、その、オカマ界隈のその高学歴を集めてですね、座談会するっていうのもすげえ楽しかったですし、で、まあ、前置きはこれぐらいにして、今日アップされてた宗教動画がめっちゃ、個人的には、チャレンジングな企画やなと思って、見て面白かったんですけども、最初から、創価学会とオウム真理教と、あと、幸福の科学、まあ、ヒロシさんは準レギューみたいな感じなんですけども、で、なんかその宗教の話をするっていう、超カオスな、空間を演出したのは、なんていうんですかね、個人的にはこれはもうヒットの予感しかせへんな、みたいな、そういう動画、コンテンツでございました。やっぱりなんか、話が面白いっていうのもそうですし、切り口が面白いとか、なんかそこら辺のところが、個人的にもうテレビ、田舎に送っちゃった身なんですけども、やっぱりね、まあ、個人も面白いっていう人もいれば、その、切り口、コンセプト、あと役者、ですよね。なんかそこら辺がもうテレビと全然こう、なんていうんですかね、ため張れるなっていうようなキャスティングで、しかも、なんですかね、業界のタブーというか、なんか創価学会の話とかってなかなかしづらいじゃないですか。とか、あと、そんな幸福の科学の話もまあしづらいんですけども、なんかオウムの話も、なんかこの前なんか上優さんを読んで、なんか上優さんのなんかそのオウムの話とかもしてましたし、なんかそういう太郎、一応コンセプトは太郎なんですよね。浪人とか留年とかした人たちの話をするっていうようなコンセプトなんですけども、なんていうんですかね、
まあ、派生して、そういう、なんていう、別にニッチというか、なんかあんまテレビでは触れられないような、ところですよね。ブルーオーシャンってブルーオーシャンなのか、なんかこう、危険なものと危険なものを混ざってるから、どうなるんだろうかっていうハラハラ感もあるし、でも、話の回し方も面白かったし、個々人がやっぱり特徴的なんで、なんですかね、その動画自体もやっぱり面白いんですよね。っていうような、やっぱりその作り手さんがいるっていうのは、個人的にすごい刺激になるし、まあ、そこまではいかなくてもね、何らか自分でもなんか、そういう暇つぶしコン、まあ、もうそこまで言ったらテレビコンテンツと大して変わらないんですけども、まあ、面白いコンテンツですよね。そんなんできれば、面白いんだろうなっていうふうに思ってるところでございます。まあ、僕が目指しているところは、まあ、失敗小僧さんみたいに一人語りで、一人でこうテーマを回してやっていくっていうのが多分、自分にも合ってるというか、キャスティングとか多分ね、めっちゃ難しいと思うんですよね。キャスティング難しいもあるし、僕はあんま人と喋ってね、なんかうまいことできる自信あんまないんですよね。っていうようなところで、まあ、そんなことよりも、まあ、自分で思ってることを喋って、で、それで共感を持ってもらって、やっていくっていう方が多分特性的に合ってると思ってるんで、メインの人はやっぱそっちで行こうというふうに思ってます。っていうのを、まあ、言ったら400も行ってないやつが何言ってんねんっていう話なんですけども、なんか、とにかく、面白かったよっていう話と、まあ、なんちゃってプリンセスさんから来てくれた人が何人かいてですね、ありがとうございますっていうのと、なんかまあそういう個々人で頑張ってるコンテンツも面白いし、最近のやっぱりその攻めたコンテンツっていうんですかね、それはやっぱりもうテレビとかに比べたら全然やっぱり YouTube で自由にやってはる人の方が、僕の中ではなんかこう、グッとくるというふうに思ってます。まあそういう意味で言ったらね、アベマのニューヨークの恋愛市場とかも結構なんか、なんていうんですかね、YouTube だけで上げてるその断片的な動画ですけども、見てる感じではなんかすごい面白いし、結構まあ、お色気もあるし、攻めたコンテンツやなっていうふうに思ってるんで、なんていうんですかね、その普通の既存テレビ局がやってるやつよりも、やっぱりこう、ちょっとマニアックなところを攻めてるところが、まあ、個人的には好きだし、多分、なんていうんですかね、コンプラガチガチのやっぱり公共放送で流してるようなやつに比べたら、全然やっぱり面白いと思いますね。で、これからなんかそういうのが細分化されてて時間の取り合いをするんだろうなっていうふうに自分の中では思ってるところでございます。やっぱりクイズと、なんていうんですかね、クイズとグルメ、まあばっかりになってるじゃないですか。なんかコンプラ的にもその危なくないような。コンテンツばっかりになってて、で、しかも、まあ、言うたら結構似たり寄ったりだし、ドラマも、言うたらやっぱりもうネットフリックスにみんな行っちゃってたりして、ネットフリックス、アマプラかな、とかに行っちゃってて、なかなかその、まあ、難しいなと思ってるところなんですけども、やっぱりまあ、面白いものは面白いですと。いうところかなと思ってます。まあなんかね、不祥事を起こして、こう、無期限休止しますとかっていう話とかもあったりとか、するんですけども、やっぱこう、芯が通ってるような人たちは、やっぱそれなりになんか、いろいろもがきながらですね、コンテンツを出してるというふうに見ているので、なんか、おじさんもですね、なんかそういう人たちを見ながら、まあ今ちょっとあんま元気ないんですけども、刺激もらいながらですね、まあ自分の体調を整えながら、まあ別にね、追いつこうっていう気は全くないんですけども、まあ同じ方向にね、ちょっとずつ進んでいければなっていうふうに思った深夜の話でございました。以上です。